ビルカは、現在のスウェーデンの首都ストックホルム西方、約2 9トルのメーラレンコのビエルケ島にある、バイキング時代の都市遺跡である。ビルカ遺跡が発見されたのは19世紀で、その頃すでに多くの建築部材や壁土など建物の遺構や、コインや器などの遺物が発見されている。発見当時、この遺跡があった地域は国土化していることから、ビルカと名付けられた。 ビルカについての文字記録は、フランク王国の宣教師、アンスカルノデシリンベルトが875年以前に表した聖アンスカルデンに登場する。この中では、ビルカは、シンクと呼ばれる民会で自治が行われていること、東湖ランダのドーレスタットなどと交易していることを記録している。またビルカは要塞を有しており、外敵からの襲来に対して備えていることも記されている。 ビルカがどこと交易しているかは遺跡に無数にある、墓からの副葬品で伺い知ることができる。ビルカ、周辺の墓は少なくとも2000基ほどあることが分かっており、そのうち1100基が発掘されている。その副葬品は以下に分けられる。西ヨーロッパから渡来した品々。ラインダントの壺や、酒フランクの宝飾品、アイルランドの制造製品などがそれである。 また、それを購入するためのビルか、独自のコイン、ビルかコインも多数出土している。これらの発掘は9世紀の墓に集中しており、10世紀の墓からは副造品自体が少なくなっているが、東方のロシア、ボルガ川流域からの物産が見つかっている。10世紀末には、イングランドのエセルレッド王のコインが、ゲルマンコインが、スカンディナビアで広く流通しているが、 ビルカからは発見されていない。そのため980年以前にはビルカは消滅したものと考えられる。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。